トムさん、毎日忙しいですか？はい、今月は大変な月ですね。大変ですね。疲れているでしょう。少しですね。でも、来月から暇になると思いますから大丈夫です。それはいいですね。はい、マイクさんのお仕事はどうですか？私も少し忙しいです。そうですか。お互い大変ですね。そうですね。なので今日は早く寝ると思います。トムさん、毎日忙しいですか？はい、今月は大変な月ですね。大変ですね。疲れているでしょう。少しですね。でも来月から暇になると思いますから大丈夫です。それはいいですね。はい、マイクさんのお仕事はどうですか？私も少し忙しいです。そうですか。お互い大変ですね。そうですね。なので今日は早く寝ると思います。トムさん、毎日忙しいですか？はい。今月は大変な月ですね。大変ですね。疲れているでしょう。少しですね。でも来月から暇になると思いますから大丈夫です。それはいいですね。はい。マイクさんのお仕事はどうですか？私も少し忙しいです。そうですか。お互い大変ですね。そうですね。なので今日は早く寝ると思います。ケビンさん、いつ日本に行くと思いますか？まだわかりません。そうですか。はい。彼女は今旅行したくないと言っていますから。そうですか。どうしてですか？彼女のお母さんは最近調子が悪いです。そうですか。それじゃあ旅行は難しいですね。はい。ですからしばらく行かないと思います。良くなるといいですね。そうですね。ありがとうございます。ケビンさん、いつ日本に行くと思いますか？まだわかりません。そうですか。はい。彼女は今旅行したくないと言っていますから。そうですか。どうしてですか？彼女のお母さんは最近調子が悪いです。そうですか。それじゃあ旅行は難しいですね。はい。ですからしばらく行かないと思います。良くなるといいですね。そうですね。ありがとうございます。ケビンさん、いつ日本に行くと思いますか？まだわかりません。そうですか。はい。彼女は今旅行したくないと言っていますから。そうですか。どうしてですか？彼女のお母さんは最近調子が悪いです。そうですか。それじゃあ旅行は難しいですね。はい。ですからしばらく行かないと思います。良くなるといいですね。そうですね。ありがとうございます。ピーターさんは今週末何をすると思いますか？博物館に行くと思います。そうですか。何かの展示ですか？はい。漫画の展示を見に行きます。そうですか。私も漫画が好きです。そうですか。じゃあ、一緒に行きませんか？本当ですか？もちろんですよ。ありがとうございます。また後で電話してもいいですか？はい、それじゃあ。ピーターさんは今週末何をすると思いますか？博物館に行くと思います。そうですか。何かの展示ですか？はい。漫画の展示を見に行きます。そうですか。私も漫画が好きです。そうですか。じゃあ、一緒に行きませんか？本当ですか？もちろんですよ。ありがとうございます。また後で電話してもいいですか？はい。それじゃあ。
ピーターさんは今週末何をすると思いますか？博物館に行くと思います。そうですか。何かの展示ですか？はい、漫画の展示を見に行きます。そうですか。私も漫画が好きです。そうですか。じゃあ、一緒に行きませんか？本当ですか？もちろんですよ。ありがとうございます。また後で電話してもいいですか？はい、それじゃあ。お母さんは今何をしていると思いますか？明日何を食べると思いますか？ありがとうはあなたの国の言葉で何と言いますか？いつ日本に行くと思いますか？疲れたでしょう。お母さんは今何をしていると思いますか？明日何を食べると思いますか？ありがとうはあなたの国の言葉で何と言いますか？いつ日本に行くと思いますか？疲れたでしょう。お母さんは今何をしていると思いますか？明日何を食べると思いますか？ありがとうはあなたの国の言葉で何と言いますか？いつ日本に行くと思いますか？疲れたでしょう。